こんにちは、レベル8です。先日美月の部屋1本目の動画上がったんですけど、見ていただけたでしょうか。2人、ともなちゃんと美月がなんか戦ってたんですよ動画見ていただければわかると思うんですけど、2人の勝負、結果から言うとボロボロだったんでうちら2人がね、リベンジマッチということで、ちょっと勝ってやろうと思いますのでね概要欄の方に貼っておくので後で見てくださいじゃあ今回食べていく商品がこちら、てってれー、ペヤング焼きそばのアップルパイ味こちらね、新作ですね、ペヤングさんのね。不思議なパッケージだよね。ギャラクシーって感じねなんか高いものが出てきそうな感じいいやつ使ってるかもしれない昨日かな、21日発売だったので割とタイムリーな食べ物ですねやったこちらの方作っていきたいと思います。3分待ちますか。はい、レッツゴー。さあ、行くぞ。じゃあもうお湯が落ちとるから入って、ここでやるって。うわっ、リンゴすげえ。リンゴチップスとソースだね。ソース2つだけ。めっちゃリンゴなんだけどやば。よし、これ入れて火薬いいね。火薬もね、甘い匂いよし、じゃあそろっていってきます、うん、あビシビシ、雪にしてきましたいきます、オープン。うわリンゴです。すごいリンゴ。どう、匂いは。でも意外とそんなにリンゴ感ない。うん、なんかね、そう、雪切れしてる時もね、麺は、麺ってか普通の焼きそばの匂いだった。なんかね、普通に今、いい匂いしてる焼きそばの結構入ってるね、こうやって見るとね、リンゴで、これか、それすごい色、わかるかな伝わるかななんかシロップみたいな色してるね。そうそうそう、どんな味なんだろう。いきます。うわうわって言っちゃった。あ、すっごいなんか甘い匂い。リンゴジャム。あ、なんかそうかもね。リンゴジャムみたいな匂いする。うわあ、で混ぜると匂いすごいわ。すっごこれめっちゃリンゴ。アップルパイだわ、やっぱ。うん、そうだね。よろしく頼む。いただきますか。匂い。いただきます。いただきます。めっちゃアップルパイだわ。やばい。目つむってるとさ、なんかリンゴ系のなんかあったかいさ、ケーキみたいなさ、あ、そう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 、焼いたさ、いきます。あ、でもさ、美味しくない？うん、美味しい美味しい。匂いほど甘くないよね。うん、結構ちゃんとしょっぱいよね。うん、そうそうそう、うん、しょっぱいからなんか甘じょっぱいけど、しょっぱいの方が勝ってるよねそうだ、甘すぎないみたいな。あ、リンゴすごいシャキシャキしてるリンゴめっちゃリンゴだな、うん、いやマジでやばいこれ、ね、リンゴいい、なんか面白いこれ、うん、すごアップルパイなのかな。いや、こんなにしょっぱくなくない？うん、
もうちょっと甘いかプルプル、うん、けどな焼きそばだからね、まあ、ねこのリンゴ好きだわ、うん、こんなリンゴの感じ、お湯入れてもシャキシャキなの、うん、ちゃんと、あ、こっちに合わないあのね、これね、目に合っちゃうんだよねこれちょっとお茶が欲しくなる後味甘いんだよな、あー、そうかもね、うん、確かにだからきっと、お茶欲しくなるでも普通にお茶と合うかもしれない、うん、お腹空いてたお茶がうめえ。完食。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、思ったよりリンゴ。アップルパイかって言われるとちょっと微妙だな。うん、なんか、うん、リンゴ焼きそばだな。リンゴ塩焼きそばみたいな。うん、なんか普通に。ご飯で食べようと思えば食べれるかな、うん、これは美味しかった、うん、普通に多分スーパーに今売ってると思うのでね、うん、興味ある人はぜひ買ってみてくださいよし終わりさよならチャンネル登録してねよろしくお願いします終わり。